皆さんこんにちは、カタリストレーナーです。本日は、岡山県の備前にやってきております。そしてこちらがね、備前ベースキャンプといってね、 RV パークなんですけれども、ここずっと前から来たかったんです。そしてね、ここのオーナーの秋山さんにこちらを案内してもらいます。秋山さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、ようこそ。本当に、はい、東京から来させてもらいました。いや本当にね、はい、嬉しい、ありがとうございます。いや本当になかなかね、はい、お呼びができなくって、本当にいやありがたいです。呼んでいただいて、秋山さんとはエアストリームを介して、はいはい、一緒にキャンプをさせていただいたりとか、はい、秋山さんご自身もエアストリームを販売されたりとか、ね、あとこちらの RV パークの運営をなさっていらっしゃいます。はいはい、もうね、いろんなことが分かる方なので、はい、聞いていきたいと思います。あのね、皆様には多分おそらくエアストリームのおなじみの顔が分かるんですけども、よろしくお願いします。お願いします。メリメリランド、こちらのコンセプトをちょっとまず伺ってもよろしいですか。はい、まずですね、まあ、私やっぱり大型キャンピングトレーラーをですね、はい、牽引してますので、まあ、できれば国道からですね、はい、すぐ入れるっていうですね、うん、そういう立地条件をですね、ずっと調べてました、はい。岡山市内となるとやっぱりどうしても車が混んだりとかですね、うん、良くないので、やっぱり高速から近いっていうですね、まあ、岡山ですと国道2号線があるんですけれども、そこからもう車で1分で来れる国道沿いの土地をですね、はい、探してたんですね。はい、探して、ここが備前でですねできたんで、はい、で、まあ、RV パークですね、まあ、はい、こう看板であるんですけれども、そこですね、RV パーク施設としてですね、はい、認定をしてもらって、まあ、その下はですね、エアストリームジャパンさんのですね、うん、看板があるんですけれども、はい、まあ、エアストリームジャパン中四国販売代理店という風な形でですね、はい、そうですね、はい、で下が在営チームっていうのが、まあ、弊社の会社名になります、はい、まあ、建物があって、で奥が RV パークですね。で今もあのお客様お越しいただいてるんですけれども、はい、こ、うん、はい、な感じでですね、大体何台ぐらい泊まれる感じなんですかね。はい、あのですね、まあ、敷地は450坪あるんですけれども、はい、余裕を見て10台、はい、じゃあ結構大きいのでも余裕ができるように10台までっていうことですね。はい、10台までですね。すごい。あ、でちなみに一番近いインターチェンジはどこですか。はい、はい、ですね、まあ、山陽自動車道になるんですけれども、うん、はい、大阪方面からですと備前インターですね、はい、で広島方面からだと和気インターからなんですが、だいたいそうです、どっちも10分ぐらいですね、いいですよ ね、 ここですね、だからアクセス要点意外とね、すぐに来れるっていうところがいいですね。そうなんです、いいですね、はい、はい、ということで、じゃあすごく便利なところにあるということが分かったので、今度はね、施設内を拝見させてもらおうと思います。はい、お願いします。こちらこそ、じゃあどうぞ。はい、はい、でね、ちょっともう入り口からすごいかっこいい建物が、あ、そうですね、雰囲気がすごいいいんですよ。ありがとうございます。まあ、エアストリームトレーラーがですね、中に展示できるようにですね、はい、はい、まあ、高さもとって、うん、まあ、一番のコンセプトはやっぱりね、なんて言うんでしょうか、ビルダーさんっぽくない仕様がいいなと思ってですね、はい、まあ、本当にね、私たち家族がハワイが好きなので、はい、ハワイのですね、まあ、ダイヤモンドヘッドとかですね、そっちの都市にあるような感じじゃなくって、ノースシェアとか田舎の方にあるような、うん、ちょっとローカルな、ね、ちょっとそうローカルなですね、はい、感じのですね、うんうん、建物にですね、させていただいて、インスピレーションを得てこういう感じを、そうですね、ね、これ作ってくれた方も実はハワイ好きということでお話があって、はい、イメージもねすごくそういうところであって、そうなんです、いいですよ ね、ちょっとね中も拝見させてもらえますか。はい、すごい窓がね広くて素敵ですね。今ねちょうどね西日が差してくるので、ここ閉めてあるんですけど、ここに開けることもできますし、中のカラーがまた落ち着いた色ですごいいいですね。そうですね、ボールナットですね、すごく素敵です、はい、ちょっと落ち着いた感じと、うん、あとはシーリングファンが、ね、ファンがすごいかっこいいこれも実際ハワイから取り寄せてるんですか。はい、ね、だからだ、ここを建ててくれた建設会社さんがですね、そのハワイの、ね、ショップもされてるんで、
多いですね、あの色違いでですね。わー、はい、素敵です、提供していただいております。いいですね、でまたねちょこちょことこね綺麗な写真がね乗っかってるんですよ、これ飾ってあってここら辺もものすごくいいですね。エアストリームが結構メインに写真の中の題材になってるのかなと思うんですけど。そうですね、もうあのエアストリーム社からいただいた写真ですね、まあ、エアストリームジャパンからね送っていただいた、はい、オフィシャルの写真をですね飾らせていただいております。なるほど、そういうことなんですね、はい、でまたここにねザ・ティー・A チームって書いてあってでその下もねこのイベントをやった時の写真とかが ね、はい、あってすごく素敵ですね、はい、させていただいたね、もう来ていただいた方々の写真とかで、ね、飾らせていただいております。ここは何ですか、この棚は、はい、この棚はですね、はい、まあ、要はあの、まあね、カフェとしてですね、うん、あのちょっとね、営業もしてますので、はい、上の段はですね基本まあ、ね、キャンピングカーの本とか あとはまあ、ね、ちょっと車好きな方用のですね、はい、西風さんの本とか。いいですね、はい、反対側にはよろしくメカドックとかですね、あ、いろいろあるですね。じゃあちょっと反対側もいただいて、はい、案内してください、いいですか、来ちゃってすごい素敵なんですよ。もうね、ここの空間自体がすごいね、あの楽しいワクワクするような空間になっててもう見てください、これ。あ、そうです、はい、あのスペースインベーダーとパックマンですね、ね、はい、置いてキャンパーさん楽しんでいただいてますね。これはなんかちょっと遊びに来た時にすごく楽しい感じになりますね。ねえ、ねえ、お子さんにもなんかね、はい、う嬉しく、ね、何このゲームっていう風な感じでですよね、お父さんお母さんが、レクチャーしながらそうそうそうこうだぞ、みたいな、ねえ、そういう感じになってます、はい、でこの上を拝見すると、はい、ちょっとビーフが出てきて、はい、バーベキューな感じになってるんですけども、そうです、あの実はここ備前ベースキャンプがですね、はい、あの岡山バーベキュー協会の、はい、本拠地になります。おー、すごい、はい、まあ、去年ですね、2021年ですね、はい、去年、バーベキューインストラクターね、うん、4人で立ち上げてですね、はい、で年1回ですね、ここでですね、バーベキュー検定をですね、あ、もうできるようになったんですね、はい、そうです、もう実はもう今年7月に1回やって、また今度10月に、ね、はい、10月にやりますよね、もう1回ですね、行うっていうふうな感じで、うん、どんどんですね仲間が増えてて、最初にね出会った頃はまだあの撮り始めたばっかりだったんですけどもプロフェッショナルになって、もう今ではね教える側の立場になってきてでもあのすごくね凝ったハーブのこうミキシングをするので美味しいのができるということで、ね、そのバーベキュー大会みたいのがあるんですよね。そうです、でそれに出ていらっしゃったんですけれども、はい、非常にねいつも上位を取られるということで、あれ いつもじゃないんですね。そうですか、かなり評判がいいって聞いてるんですけども、はい、もうまあ真剣勝負になるとですね、はい、やっぱりもうねやっぱり、負けたくないので、とうとうね賞をね取ってしまったっていう感じになるんですけれども、はい、素晴らしいですね、あのそれ以降はですねあの自粛しております。自粛しております、そうですね、はい、でもその推しに秋山さんの、バーベキューをですね私たちに何回かいただいたことがあるんですけど、さらにねこの備前ベースキャンプでも食べられるようになったということで、はい、そうなんです、はい、あの本当に皆様からですね非常に好評いただいて、うん、あでね、もう出たらもうここでですね、普段はご提供させていただこうということでですね、もうそれ食べに来るだけでもいいですよね、あの普通に乗用車で来て、それだけ食べて帰ることもできるんですね。そうそうそうです、ね、なのでレストランというか飲み屋さんというか、ね、そういう形でも、あの営業されるということだったので、はい、そうです、あの飲食店営業許可も取っておりますので、はい、なのでぜひぜひ、はい、あの皆さんのお越しをお待ちしておりますそうキャンピングカーだけじゃなくても来れるぞっていう、そうそうです。いいですね。食を楽しめるという。そう、食を楽しめるってなかなかないですよね。はい、でこういうちょっとね可愛い、これ何ですか。初めて見たと思って、ちょっとゆくさん、ね、ゆっくりこう。分かる方は分かるんですけど、バットマンの昔のですね、バットマンのね宿敵ジョーカーのジョーカーハウスと、で下がですね昔のですねバットマンの
バットマンの屋敷ですね。すごいですね。というふうな感じでですね、子供たちが大好きなので、はい、こっちアイアンマンすごいですよ。そうです、アベンジャーズ、もう家にはもうアベンジャーズルームみたいな感じでですねもうレゴルームがありますんでなるほど、こちらにもそういったね、レゴルーム、ね、レゴ、はい、ね、最近またね、ゴーストバスターズが映画でね、流行りましたけれども、もう元祖な、元祖な方があるんですね、はい、貴重ですね。それからね、04ですね、はい、それからゴーストバスターズの、はい、でこちらにね、こういうメニューとかもあるので、はい、こういうのが食べられるよっていうピザとかね、あとはおつまみ系があったりですとか、はい、あとはドリンクもアルコールから、はい、コーヒーからいろんなソフトドリンクまでご用意されているということですね、はい、これすごい気になってるんですけどこのお車は何ですか。めっちゃ可愛いがですね、はい、今はねちょっとディスプレイ用なんですけれども、はい、ちょっとねキャブレターがね調子が悪くてですね、キャブレター直したら、まあ、普段はですね、はい、すぐ近くはコインランドリーありますので、はい、ね、キャンパーさんですね、これ乗ってもらって、ここにですね、洗濯物を置いて入れてもらって楽しい。コインランドリーとか関係なくても行きたいですもんね、これでね、公道走れるんですね。そうです、公道走れますんで、すごい、しますので、いいです ね、 ね、またねちょっと直ったら、はい、はい、また皆さんねご利用いただけ、使ってもらえるようになるということですね、はい、でここにその秋山さんのバーベキュー道具が2つあります。もう専門の高そうなやつが2台並んでるので、これで美味しいものを提供していただけるということ で、 うで、ね、はい、もうこっちのグリルはですね本当にね、ところどころ傷んでるんですけれど も、 もうこれをですねエアストリームのねリアのヒッチにね、カートに乗せて、北は北海道から南は九州まで、いろいろね運んで、いろんなね土地土地のねキャンパーさんに喜んでいただいて、あ、すごい思い出の詰まった、思い出があるね。で今日は今晩ですね、はい、こちらのグリルでまたちょっと作らせていただこうかな、はい、じゃあそれはまた、はい、ぜひお願いします。じゃあとこっち側もぜひ、はい、みるみるランド、すいません、はい、ここはどういうスペースになってるんでしょうか。はい、ここがですね、はい、事務所兼ですね、うんうん、まあ、ちょっとまあ、販売スペースとかチラシとかですね、はい、置いてます。あ、本当だ、チラシとかもいっぱいありますし、そうですね、ここら辺なんかおもちゃが売ってたりとか、はい、エアストリームミニカーとかですね、うん、ランタンとか、まあ、はい、ランタンとか T シャツも売ってらっしゃるんですね、はい、オリジナルチ、ね、あー、 T シャツも、はい、でここで来たら受付をする感じですかね、はい、していただいて、はい、はい、でですね、まあ、あとは、まあ、ね、中からもお手洗い行けますし、また外からもですね、あ、行けますし、アクセスができるんです ね、はい、ですね、お手洗い完備です、はい、ちょっとお手洗いを拝見させてもらっていいですか。そうですね、せっかくなので、はい、はい、お邪魔します。一応ですね、はい、まあ、女性専用と、ね、うん、女性と男性というような感じですね。こんな感じでですね。はい。はい、まあ、すごい綺麗です。ね、オストメイトの、ね、はい、ちょっと出してもらって、ね、でここにですね、カセットトイレね、流していただいて、うんうん、ね、でこれでね、こう洗って、はい、ね、まあ、ここで流れますので、おお、これがあるとね、やっぱ便利だなと思って、すごく綺麗でいいですね。どうしても乗ってカセットトイレとかいっぱいになった時に処理できる場所が少ないっていうのが多分問題かなと思うんですけど、ここに来たらこれで処理をさせてもらえるってことですね。そうですね、はい、できるっていうことですね。だいたいね、道の駅さんとかでね、うん、こうね、やっぱりカセットトイレをね、流すとどうしてもこう飛び散っちゃったりとか、ね、飛び散っちゃってね、汚れてるっていうね、はい、そういうのもね、やっぱ過去ね、いろいろね、問題になっちゃいますよね。やっぱりね、こうトイレ一つ構えるんだったら、こんなの一つ
ぱあった方がね、いいですね。そうすると利用者としても安心ですし、ここに来る目的にもなりますよね。そうそうそうですね。ここでだったら綺麗にできるって思うから、あのキャンプの一番最後の工程で来て、はい、でここで泊まって綺麗にして、それからまた帰っていくみたいな使い方も、そうですそうです、はい、できると思います、はい、ありがとうございます、でまあ、あのちょっとね、RV パークが珍しいんですけど、まあ、調理室も良かった、はい、あのみるみるランドさんが初めてですあ、ここですね、はい、いいんですか、どうぞどうぞ、お邪魔します、はい、あの本当は、ね、あすごい、あで、ね、これがうちのグリルになります。だいたいね、調理室言ったらですね、あの普通のね、あのガスコンロ、コンロだと思ってました。これ初めて拝見しました、はい、これでですね、ここでピザを焼いたりとかですね、あ、ピザ焼けるんですね、はい、そうなんですね、うわ、美味しそう、ね、この板を外してね、この上からではね、グリル、はい、ステーキとかですね、焼けるんですね、はい、この大きな蓋で保温性があるかどうかで全然違いますね、ちょっと違いますね、美味しさが変わってくる、はい、ですので、あ、すごい綺麗ですね、本当にすごい、RV パークとは思えないんですけれど、いや、こんなになんか揃ってて充実して綺麗なんてすごいです本当に、でここでね、ビールとかもね、あ、ビールとかもサーバーがしっかりありますね、はい、サーバーも、はい、札幌にこだわっております、やったー、岡山県札幌ビールね、置いてるとこないんですよ、あ、そうなんですか、少なくって、じゃあここには札幌ビールを飲みに来てくださいっていうこともね、生で、はい、あ、いい、珍しいですね、 RV パークでこんなに充実したキッチンを初めて拝見いたしました。これもですね、やっぱりあのどう作っていいのか、やっぱり私もね、はあ、仕事だったら分かんなかったので、はあ、あのエアストリームジャパンさんのですね、はあ、提携してますエアストリームカフェのですね、はあ、あの吉田社長、吉田社長に、はいはいはい、エアストリームオーナーね、そうですね、方なんですけど、いろいろノウハウを教えていただいて、ああ、もうあの方プロですからね、それであれができたんですね、で素晴らしい、まあ、あとはね、こちらが野外真空になります。あ、野外真空ですね、はい。ありがとうございます。ですね、はい。あ、すごい、結構な台数ありますね。ね、やっぱりね、あった方がね、いいということと、あとやっぱりイベントでですね。あ、そうですね。ね、あのやっぱりね、あのクッキングイベントとか行ったりしますので、うんうんうん、ここでは、はい、そうするとやっぱ洗い場もですね、台数があった方がいいですよね。いいと思ってですね。これはお湯とか出るんですか？はい、お湯も出ます。いや、すごい。本当にですね、あの給湯器入れてますんで、はい、ね、こっちでしたら水、こっちだったらお湯ですね、あ、結構しかも水の根もかなりいいですね、水圧がね結構ありますんで、ね、水圧あります、ね、今でこれがですね、寒冷地用のタイプ で、 あ、そうなんですか、横にしたらこう出るんですけれども、はい、ね、でこれがね、皆さん使い方が分からなくて、こうやるんですけど、出ない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 ってなりますね、焦りますね、こうですね、あ、横に、そっちで出る、はい、横にすると出るんですよ、で寒冷地用ですよ、奥があったかい、で手前が冷たいというような感じで、それで調整ができるんですね、素晴らしい、でさらにこのゴミ箱もね、きちんと分別されてしっかり捨てられるように、そうですね、この辺はね、オートキャンプ場のですね、ノウハウはですね、はい、まあね、もうこじんまりとしてるんですけれども、はい、これで分別していただいております、はい、でもあのここって屋根があるじゃないですか、だからちょっとこういうのをゴミ捨て来た時に傘を持ってこなくても分別できるからすごいいいなって思いました、レイナさんさすが、いや本当、そう、こうやってなりながらなんかこう、ね、こうなるじゃないですか、もうその通りです、やっぱりね、私たち家族もいろんなところでキャンプしてきて、そういうね、あったらいいなっていうものはですね、うん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 、ちょっと作らせていただいたような感じになります、はい、嬉しいです、じゃあちょっとね、ここも、はい、はい、ね、サイトの方ですね、サイトですね、ここら辺ですね、ですね、ちょっと一番近いところのサイトはですね、はい、ここだけはですね、ちょっとあの作り変わってます、はい、あの電源がですね、普通はね、はい、まあ20アンペアとか30アンペアなんですけれども、はい、ちょっとここだけは、30アンペアとちょっと薄いんですけど50アンペアと、あのやっぱり30アンペアのアメリカントレーラーでエアコンつけてですね、はい、それで電子レンジをねパッてやるとブレーカーが落ちますんで、はい、うん、でブレーカーが落ちないようにですね、
ここで50になってますね。信じられない。あんまり見たことないですね。あのこことね、Cサイトとですね、はい、2サイト50アンペア引っ張っております。あーすごい、やっぱりこだわったのはこうブレーカーですね。あー、落ちないブレーカーを。そうです、あの、ね、どうしても大型になりますと、ね、あの皆さん一度に使うとブレーカー落ちますんで、そうですよね、単体で必要ですね。はい、電源と、うんうん、はい、あとはね、今ね、そうですね、これも今置いてありますけど、すごいしっかり、ね、あの余裕を持ってちゃんと止められてます ね、はい、ね、あとここ の、 あの、ね、穴というか、はい、白いやつはなんか、はい、これですか。これがですね、あの汚水マスになります。あ、要はですね、はい、あのブラックタンクですね、要はトイレの、ね、汚水を流せるようにっていうふうなことをですね、あのもうそこにちょっと重点を置いて。すごい、なかなかそれがある場所っていうのが RV パークさんでもな、少ないと思うんですよね。まだまだ日本だと、また車両によってはね、そのあのホースの口が右側左側とやっぱり違いますので、だからこっち側とサイトに、そうなんです、そっち側と右側左側ですね、どっちも置いてあるのは、はい、そういうことなんですね、はい、もうこの辺りもですね、あのいろんなキャンピングカービルダーさんの意見を聞いてですね、はい、はい、ね、あのこの辺りはね、両方あった方がいいよと教えていただいたのは、うん、デジーバーノンのですね、はい、あの戸川さんっていう方なんですけれども、そうなんですか、ね、まあ、アメリカン、ね、知り尽くしてる方だったんで、うん、意見をいただいてですね、いや重要ですよ ね、で、まあ、ちょっとね配置させていただいてるって、もう特にね、お水ちゃんとあの安心してこうやって処理できるってこと自体がすごく嬉しいなって思いました、ね、はい、はい、そしてこれがこれが、はい、エアストリームですね。そうですね、はい、今あの販売車両がね、本当に展示車っていうのが、はい、ちょっとね、ないので、コロナで入ってこなかったと、いうことで、すごい厳しい状態ではあるんですけども、はい、ここに、はい、今私たち家族がですね、はい、まあ、ここで宿直として普段は使ってる、使ってらっしゃるトレーラーハウスになります。うーん、はい、でまあつなげる感じもですね、まあ、一応イメージではね、こんな感じでですね、あ、本当だ、ね、はい、ね、今ねこうグレーを開けてるんですけれどもね、はいはいはい、シャワーの水とかシンクの水、ね、でブラック出すときはこっち引いたらブラックが流れるっていう感じですけれども、ね、と電源と、もうやっぱり一番大事なのはシティウォーターですね。そうです ね、はい、お水、一番簡単な散水栓のようにしてます、うちはですね。あ、そうなんですね、はい、でもうね、こうホームセンターで売ってるタイプのですね、ジョイントできるようにですね、はい、はい、あ、じゃあね、はい、あ、こういう口にしてますんで、はい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 、はい、これもですね、キャンパーさんから教えていただいたことなんですね、うんうん、だったらもうね、あのジョイントがあればね、カチッて、どの車両も、ね、はい、つなぎやすいということで、はい、はい、でそれでもうね、ちゃんとお水が使えるようになるってことですね。で、これはさっきの電源が、電源ですね、あの、はい、取れるようになってるっていうことですね。もうそうするとかなり快適に使えるようになるってことですね。はい、ね、で、まあ、電源もですから普段はもう30アンペア、トレーラーサイトは30アンペアと20アンペアですね、うん、3口と2口を置いてます。はい、はい、で普通のキャンピングカーサイトは20アンペアですね、うんうん、はい、15アンペアだと足らないんで、はい、20アンペアを、あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり余裕を持って快適に使っていただけるように工夫されてるってことですね。はい、はい、であと砂利にしてますのは、はい、要はね、あのオーニングを出してですね、ペグを止められるようにとか、 あとはですね、あのキャンパーさんじゃない普通車で来られてテントで泊まる方もいらっしゃいますんで、あ、そうなんですね、ですからテントを張ってペグが打てる、打てるようにで、あえて土の上から砂利を引っ張ってます。あ、素晴らしい、で、はい、砂利にしてあげると何がいいかって、雨降った時にすごい処理が楽なんですよ。本当
当にあの土とかだと、はい、そのまま雨降って撤収しなきゃいけない時に、そうそうそう、結構苦労するんですよ、ね、汚れちゃうんですよね。そう、ね、特にテントとかだとかなりきついのでここがねもう砂利になってるっていうのは本当にありがたいことだなと思います。ねまあ、あとはねやっぱりねペットをお持ちの方ですね、はい、もううちはねワンちゃんとか猫ちゃんとかですね、はい、その他いろんなペットをお持ちの方がですね、うん、お越しいただいて、はい、うさぎさんとか中には豚さんとか連れてこられてたキャンパーさんもいらっしゃるんですけど、なるほど、今いますよね、ちっちゃい、ねうん、ですからねおしっことかね、はい、うんちとかした時でもすぐ処理できるような、そうですね、いいですね、はい、衛生上としてもいいですよね、はい。でさらにすごい親切だなと思ったのがこの貸し出し車両があるということなんです。そうなんです、はい、あの大型キャンピングカーで来られた方はですね、はい、やっぱバスカンとか、ねはいね、来られるとやっぱどうしても岡山市内とか倉敷、ねはい美観地区とか道が狭いのでいった方々にですねご利用いただけるようにあの1台ですね、はい、あのすごいレンタカーをレンタカーに、はい、しております。素晴らしいです、とっても小回りが効いて、あのね、いいですよ。あの5人ぐらいで移動がね最低できそうですから ね、 そ う、 です、そうすると本当に大きな車で来てもちょっとここら辺くるっと楽しみたいなっていう時に非常に親切だなって思いました、ね、でもう一つすごい気になっているのがこの隣の自転車のスペースですね。これも貸し出していらっしゃるということで、はい、こちらもですねお越しいただきましたキャンパーの方々にですね、うんまあ、近くにですねコンビニとかスーパーがありますので、はいね、もう無料でですね、うんご利用いただくっていうような感じで、いいです ね、 ねなかなか自転車積んでこられるキャンパーさんっていうのね、そうですね、限られますから ねキャリア持ってないといけないですし、そうそうそうです。でね、ちょうどここがですね近くがあのサイクリングコースにもなってまして、片上鉄道っていうですね、はい、昔あった鉄道が今サイクリングロードになってるんですね。あ、そうなんですか。でね、ちょっとねあのこうご利用いただいて、ねね、アクティビティもそういった意味でできますし、はい、あと備前焼の体験とかもご紹介していただけるということだったので、はい、結構ねここ都市型 の、 あのキャンパーということで RV パークさん作ってらっしゃるんですけど、アクティビティがすごくいろいろあって近くに温泉があったりとか、その備前焼を体験できたりですとか、はい、あとこういう風に自転車でサイクリングできる場所があったりですとか、すごくね、あと多分普通に山登りというかしても楽しいですよね。そうですね、はい、ねえ、でもねすぐそこがね車で10分ほどにもねあの瀬戸内海になってますんで、日生、うん、の海がありますし、ちょっと釣りに行ったりしても釣りに行ったりとかですね、楽しいですね、あとはカヌーとかもね、カヤックもできますので、いいですね、すごく拠点にするのに快適ですし、です、ね、アクティビティにも近いっていうところが、はい、あとやっぱり高速からねアクセスがいいっていうのはありますね。ね、そこが一番皆様にね喜んでいただいてます。で、あとすごく安心だなと思ったのがしっかりね防犯カメラがここついてるんですね。だから入り口からあの奥まで全部いろんなところについてるので、やっぱりキャンパーってそれなりに高級だったりとかすると思いますし、何かあった時にね非常に安心できるなっていうのが思いました。はい、で、あと雨の時にこの空間があることによってお子さんとかがこの中で楽しめるっていうのがさっきおっしゃってたんですけどすごくいいなって思ってて、やっぱりここ雨降っちゃったら今はねすごい晴れてていいんですけど、もう車の中がどうするみたいな話になるわけじゃないですか。で、その時にこの屋根あって、そうなんですよね、はい、この空間で、はい、遊べるっていうのがいいですよね、はい、で今シャッターがねこう開けていただいてるんですけれども、ここ閉めるとちゃんとね暖房も効きますし、はい、で夏は冷房も効くので、はい、すごい快適な空間で、まあ、飲み食いしたり遊んだり、ね、ゲームしたりすることができるので、はい、非常にねそういった意味でも親切な作りになってるなっていうのを感じました。そうですね、あのいろいろやっぱ計
ね、キャンプの経験でね、はい、いろいろね、こうあった方がいいなっていうところがいっぱいあったところをですね、ちょっとやってみたりとか。ですからね、先ほどレイナーさんおっしゃっていただいた、雨が降った時はね、あのオーニング出して外でね、はい、あのご飯が食べれないので、その時はもう中に入っていただいて、持ち込んでいただいて大丈夫なんです。はい、そうなんですね。でここでですね、食べて、ね、あの、うんうん、食べてゆっくりしていただくっていうね、そういうコンセプトもありますので、ね、ぜひまた、ご利用いただければと思います。はい、じゃあぜひね、あのこう見ていただいている皆さんにメッセージお願いします。最後に、はい、最後にあの本当にゆうきさん、れいなさん、もうありがとうございます。ミリムランドをご覧の皆さんご無沙汰してます。ぜひ岡山のお越しの際は備前ベースキャンプに遊びに来てください。はい、ということで楽しい RV パーク秋山さんに紹介していただきました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この後は私たちも美味しいものを食べさせてもらいます。